これは爆弾。もう一分切ってる。間違えてる時間はなさそうだな。これは大阪からあの二人が来た時の。でもキーワードの候補がいくつかあって。新一、ねえ本当に帰っちゃうの？新一と同じ高校生探偵が大阪から来るんだよ。会いたくないわけ？あろ、シャーロックホームズならともかく普通の探偵だろ。別にそんなん興味ないわ。またそんなこと言うて。ほんまは気にしてるくせに。してへんて。そんなやつ顔も知らんちゅう。それより帝丹高校行くのバスどこや。せやけど東の工藤西の服部言うたら最近。お前それ言うんやったら西の服部東の工藤や。ええか、西の服部東の工藤や。順番がちゃうわ順番が。ほらめっちゃ気にしてるやん。やがしいボケ。だったいお前なんで合気道部やの遠征試合出てきとんねん。あんたんとこのおばちゃんに頼まれたんやからしゃーないやん。東京で平次が悪させんように見張っとってなーって。アホか。東京やちゅうてテンション上げてたのどこのどいつや。それより平次お守りちゃんと持ってんやろね。お守り忘れたからこの前の試合大怪我したんやで。スカタこれ頼む。平次またんかいこれだけや。あー待てほら、ひったくりあかんかい。行ってまうぞ。何こういう時、善良な市民は。よし。やべ、頼む、交代せい。こういう時、善良な市民は？バロ、わかってるよ。ごめんください。誰かいませんか？ごめんください。おった平次もこれ重たい。おお、カズハ、こいつ誰も。え、ちょ平次？ちょっとそこのべっぴんさん、ぼーっとしてんと早く警察呼んでくれへん？私？はよ警察に電話。ごめんください。くそ。アジラ、ここから先は俺に任せとけ。はあ、お前何言ってんだよ。まあええから黙って見とき。あのうちに何かご用でしょうか？ここにお住まいの方ですよね。ついさっき姉ちゃんの悲鳴が聞こえてきたんや。何かあったに決まっとる。はよ中に。はい、すみません。なんなんだよこいつ。中から鍵が。あなた、ねえ中にいるんでしょ。中には旦那さんと他にアシスタントの秀子さんが。もしかして二人ともひどい怪我で返事できないんじゃ。ねえあなた。あ、どういう。よっしゃ、ドア開け破ったる。行くで。おらや、あなた、あなた、まさか秀子さんは。あんちゃん救急車。いや警察やな。藤丸和夫、職業作曲家。ああ、アシスタントの中島秀子さんと作曲の作業中、いつも離れの入り口には鍵を。曲作りというのは実に繊細でね、誰にも邪魔されたくないんだ。
割れたガラスがソファーの上の秀子さんに落ちてきた。おっと、あんちゃんあんまりうろちょろすんな。あのな、俺は、おい、そこの学生。はい。このサッカーボールはお前のもので間違いないな。はい。藤丸さん、このボールが額にぶつかってガラスを。そう。そうだ。突然のことでよく覚えてないが、多分そうだと思う。聞いた？お前のせいで人が死んでるんだ。それは違う。それは違うな。あんちゃんのせいやない。何？ボールはこういう角度で上の方から窓を破ってここに当たった。ほら見てみ、ボールの跡がある。で、勢いをなくしてここで止まったんや。なんでそんなことが言えんだよ。いや、見てみ周りよ。こんなんすり抜けて額に当たるなんてどう考えても無理やで。大体ひったくりを警護したボールが窓まであったんや。さすがにもう額のガラスを割るほど勢いはないやろ。それにボールが窓を割った後、あのガラスを割るまでに妙なタイムラグが。いい加減にしろ。タイムラグってなんだよ。ガキのくせに。お前ら一体何なんだ。ご存知ありませんか。僕は、俺の名前は服部平次。大阪ではちょっと名の知れた高校生探偵や。探偵だと。俺はな、探偵が一番嫌いなんだよ。いらそんなことばっかり言って、おいしいとばっか持っているんだから。黙って捜査は警察に任せとけばいいんだよ。ああ、今は行かない。はい、ええからええから。ちょっと刑事さん。ん？ちょっと大阪府警本部長、服部平蔵警視官のご子息。知らなかったこととはいえ誠に申し訳ございません。私、警視庁米花庁強行犯係守屋正義巡査部長であります。お前、親父のこととか言うなや。ええやん、使えるもんは何でも使わんと。まあ、ええか。あんちゃん、名前は。あ、探偵のくせに知らないの。ドイルって言います。あの、特殊のドにイタリアのイに流れるでドイルって書きます。普通の低単高校2年です。ドイル、なんや、けったいな名前やね。ドイルか。まあ、ほな、あとは俺に任せとけや。よろしくお願いします。ちょっとしんいち、どういうつもり。何ドイルって。こんなチャンスめったにねえだろ。おそらくこれは事故じゃない。なにわの名探偵、お手並み拝見だ。サッカーボールは当たらなかった。じゃあなぜ額のガラスが割れたのか。ですよね。問題はそこや。なんせ入り口のドアにも窓にも鍵がかかってた完全な密室や。誰かさんが事故に見せかけたっちゅうことも考えられるわ。あ？なんだと。藤丸さん、あんた、俺らが駆けつけた時、なんですぐにドア開けへんかったんです。奥さんに返事もせえへんかった。なんでです。それは突然の出来事で驚いてて呆然としてて。あのな、人間誰しもこの状況。なるほどな。でも音楽を止める余裕はあったわけや。どういうこと。ええか、まずドイルのボールが窓ガラスを割って
部屋からでっかい音で音楽が聞こえた。それから少ししてガラスの割れる音が再び聞こえた。ビデコさんの悲鳴の後に音楽は止まった。誰が止めたんやっちゅう話やな。藤丸さん、あなたが止めたんですか。だから驚いててよく覚えてないって言ってるだろ。あんなでっかい音楽聴きながら作曲ってできるもんなんやろうか。確か繊細なんですよね、曲作りって。それは作業中にアシスタントがソファーで横になっとるっちゅうのも妙な話や。藤丸さん、ほんまは秀子さんとこのソファーの上で。ふざけるな。奥さん、あんた旦那さん見た時言うてたよな、まさか秀子さんをって。教えてくれへんか、あの言葉の意味。いい加減にしろ、黙れ。よしな、何も言うな、言う必要ないな。レイさん、旦那さん頼むわ。了解しました。だし、あまり公にしたくなくて。いつから気づいてあったんです、旦那さんとひどこさんの関係。もう3ヶ月ほど前です。きっと鍵をかけ忘れたんでしょう。浮気がバレんようにでっかい音楽かけてたんか。奥さんかわいそう。随分と熱心に見てるじゃねえかよ。何焼いてるの。バロ誰が焼くか。じゃあほっといて。ああ、奥さんさけほんまか。はい、早く別れてで、秀子さんがあの人を責めるのを聞いたんです。じゃないとバラすって。脅迫か。分かった、奥さんはここにおった方がいい。ちょっとそこの姉ちゃん。え、私ですか。他にドイル君しかおらんやん。ほなあんたやろ。はい。ちょっと顔貸してもらおっか。あの、私が何か言うとくけど、平次にちょっかい出したら私が黙ってへんで。はい。私と平次はな、その昔鉄の鎖で結ばれた仲やねん。なんぼべっぴんさんや言うても、私らの固い絆には簡単に入ってくることできへん。大丈夫、全然そういうんじゃないから安心して。じゃあなんなん。ちょっと気になるやつに雰囲気が似てったっていうか。何それ、平次が好きな男に似てるいうこと。いや、あ、好きとかそういうんじゃなくて、推理オタクなところが似てるっていうか。あ、大バカ推理の助みたいな。はあ、大バカ推理の助。吉野さんも作曲をされていたんですか。はい、結婚する前は藤丸のアシスタントでした。じゃあ音とかにもお詳しいんでしょうね、きっと。それほどでもないです。ちょっと待ってくれ、秀子に脅迫されたことなんてない。妻の勘違いだ。とにかく俺は殺してない。すぐにドア開けなかった理由は。だから覚えてないって言ってんだろ。
本当はもしかして刑事さん、鑑識さんに確認してほしいんやけど。やっぱりそうですか。はい、すいません、よろしくお願いします。それじゃあ。鉄の鎖って手錠のことだったんだ。そうで、これがそのかけらが入ったお揃いのお守り。ねえねえ、二人は付き合ってるの？ちゃう、私も平次のお姉さんみたいなもんやし。それよりランちゃんはどないやの？その大バカ推理の助とは付き合うてんの？いや、まだはっきりそういう関係じゃないっていうか、和葉ちゃんたちみたいに固い絆があるわけでもないし。おい、何してるんだ？誰だ大バカ推理の助って？知らない。それより何か分かったの？服部君が先に事件解決しちゃうかもよ。別にそれでもいいさ。探偵が何人いようと、真実はいつもたった一つしかねえんだから。もうこの大バカ推理の助。あ、分かった。服部君の言う通りです。鑑識によると仏さんの上半身にはガラスによる細かい切り傷がたくさんあるのに、着ている服に穴が開いていませんでした。やっぱりあんたが秀子さんの遺体に服着せたんやな。てこちゃん、秀子さんとの関係を隠すために、ごめんください、何より自分の保身を考えてたっちゅうわけや。誰かいませんか？こういうことがバレるといろいろ面倒なんだよ。でも信じてくれ、俺はやってない。じゃあなんでガラスが割れたんだよ。知るか、ガラスが勝手に割れたんだ。いつものようにドアの鍵をかけて音楽を流して。ねえ、なんか変な音しない？気のせいだよ。何かが震えるような音が聞こえて。変な音。やっぱりそうか、やっぱりそうか。ん？何なの？おい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 、誰の許可を得て。警視庁捜査一課の佐藤美和子警部補です。警視庁捜査一課、失礼しました、ご自由にどうぞ。この部屋の写真を見た時から妙な違和感があったんです。ほら、随分と構図が偏ってるなって。それにノーライフに打たれたピリオドで思ったんです。これにはある英文を完成させる対になる写真があるんだと。いわば風神雷神や龍子のような。そしたらリビングには額を飾るのにはちょうどいい壁があって、額を扱っているお店の受け取り表もありました。それが気になって佐藤刑事に電話したんです。クド、あ、ドドイルックから聞いたお店に確認したところ、ガラスが割れていたということで修理に出されていました。すごいね、ドイル。これで事件の謎が解けるわ。ほな行くで、みんなよ見とけよ。
っぱりそうや。え、何？なんで音楽を下げちゃうの？それでは皆さん、今からお見せしましょう。たった一つの真実ってやつをね。バーロー、そんなわけねえだろ。行くぞ。俺となんで？何もしてないのに。固有振動数、それがガラスを割ったトリックです。固有振動数、もしかして共鳴？そうです。あらゆる物体にはそれぞれ振動しやすい周波数があります。この部屋で流れていた曲には、あの写真の額のガラスだけを振動させる周波数が仕込まれていたんです。しかも額の裏に隠し取ったこのスピーカーからその周波数の音が出るように細工してたっちゅうわけやな。音って何も聞こえんかったで。うせやな。うん、アホやな。2万ヘルツなんか超えたら普通の人にはよく聞こえん。人間には聞こえなくても犬には聞こえる。だからああやってやたらと騒ぎよる。犬にとっては大音量の音と同じっちゅうわけや。額のガラスは公園のブランコと一緒。ブランコの動きに合わせて力を加えれば加えるほど揺れは大きくなる。それと同じで、特定の周波数によってガラスの揺れはだんだんでっかくなっていき、その振動に耐えられずにガラスは割れた。犯人は見えない凶器使うて秀子さん殺害したんや。その見えない凶器こそが共鳴だったんです。ちょっと待て、そんな周波数なんか使ってないぞ。だいたい今まであの曲でガラスが割れたことなんて一度もなかった。そりゃそうやろ。あんたがいっつもあの曲かけて浮気しとるのを知っとる人が特定の周波数入りの CD こさえて入れ替えたんやからなあ、ドイル。ああ、犯人はあなたです。あんたや。藤丸芳乃さん、あなたはこの部屋に入るときよろけるふりをして写真の裏に置いてあるスピーカーのボリュームをわざと絞った。刑事さん、デッキに入ってる CD 調べてみや。奥さんの指紋しかついてへんはずやから。待てや。吉野、なんでだ、なんであんなことした。これ以上罪重ねん方がええ。私はね、今まで何でもしてあげた。アシスタントの頃からどれだけ曲のアイデアあげたと思ってるの。あの曲だって元は私の。そうだ、元はそうでも完成させたのは俺だ。役に立ててるなら私それでよかったよ。こんな男でも私愛してたから。でもそこにあの女が入り込んできたの。嘘、あなたと浮気に決まってる。だって私とあの人はずっと昔から強い絆で結ばれてる。絆ってあの時にこの曲選んでるの。あの人です、あの人ですよ。二人の間に絆があるって信じてたの私だけだった。
僕のボールが窓ガラスを割らなければ和夫さんはソファーにいたはずです。吉野さん、あなたももしかして二人とも殺すつもりでした。あのガラスが落ちれば最悪死ななくても大怪我はするでしょう。額を修理してたのは事前にテストを、ガラスが割れる周波数を調べるために必要だったの。もう全部お見通しですよね。から怪しいと思ってたんや、奥さんのこと。彼女が最初に帰ってきた時、あの人はつい口を滑らせた。あなた、もしかしたら二人ともひどい怪我で返事できないんじゃ。まるで二人に何かあったのを知ってるかのように。いや、東京チューンは侮れんな。工藤なんとかいうやつの他にこんなあんちゃんもおるんやから。なあ、そのことなんだけど、実はほんまブランクやな。は？動きに合わせて力を加えればさらに勢いは増すけども、動きに逆ろうたら勢いは小さなるな。ドイル君だな。あ、もう試合始まってるやん。母さん、行くで。ほなな、ランちゃん。ああ、さっさとしないから白状しとかねちゃった。そいつはどうかな。なにわの名探偵、なめたら飽きまへんで。なあ、ヘイジ。ドイル君ってひょっとして。やぼなこと言うなて。ええやないか、次に会うた時のお楽しみで。今度はドイルなんてあのなけめ使わんやろ。ガラス、浮気、平次、ボール。分かった、これを。新一との絆が不安。さっさと行くぞ。新一！くそ。私殺されるかもしれない。やめて。ここで殺された？そんなわけありません。私とチャットしてたんですから。水谷さん、俺はあの女にはめられたんだ。あいつはひどい女なんだ。たった一つの真実、それは